ウィリアミーナ・フレミングは、スコットランドに生まれ、アメリカ合衆国で活動した、女性天文学者である。エドワード・ピッカリングのもとで、ヘンリー・ドレー・パーカタログの編集に携わった。多くのガス星運、変更性、新生の発見者である。スコットランドのダンディで生まれた。21歳の時ジェームス・フレミングと結婚し、アメリカのボストンへ移住したが、息子を妊娠中に離婚したため、 息子と彼女自身の生計を立てるために彼女は働かねばならなくなった。そのため、当時ハーバード大学天文台の大長を務めていた天文学者エドワード・ピッカリングの家で家政婦として雇われた。ピッカリングはハーバード大学天文台の観測結果の整理に多くの女性を採用し、フレミングも天文台に採用された。彼女はドレーパー製氷の製作に参加し、 9年間に1万個の星のスペクトル型を分類した上で製表に掲載した。その仕事の中で59個のガス星雲、310個の変更星、10個の新星を発見した。フレミングが発見した変更星の中には、ケンタウルスザティー星やコトザ RR 星があり、ケンタウルスザティー星の変更は1895年に、コトザ RR 星の変更は1901年に、 発見した。1907年に、それまで発見した222個の星雲を呼び、変更性の表を出版した。ありがとうございます。